秋の幸福院幸福院は奈良県奈良市宝蓮町にある浄土宗の天寺。三号を宝蓮山と称する。本尊は阿弥陀如来、海岐は和気清まろともいい、藤原桃川とも言う。幸福院の創建については複数の説があり、中世以前の遠隔はあまり明らかでない。寺は元添上郡幸福院村にあり、現在地に移ったのは、 金世のことである。創建について、自伝では、天平正法年間、和け清まろが、聖武天皇の学問書をこの地に移し、公文院と称したのが、始まりという。七大寺日記や、七大寺巡礼式では、藤原桃川による混流とされ、法縁六年当時に、幸福院と呼ばれていたことがわかる。また、五国寺本、諸寺演儀集には、法紀元年、 藤原広次の妻、和立氏の発願で創建されたとある。古くは、幸福院、幸文院の二つの事業が用いられ、本尊は、薬師如来であった。前述の和家清まをう回帰とする説は、和家氏が設立した学問書を、幸文院と称したことから出たものと推測されている。寺は、その後衰退していたが、安土桃山時代に心喜びにと、光秀にが、 大和大納言、豊臣秀長から事業200国の寄進を受けて、再興した。自喜び因心、慶大法には、筒井淳慶の一族、久保将伊鶴神の妹といい、二世、光秀には、豊臣秀長皇室の秋篠の内貴の娘で、心喜びの命に当たったという。大阪落城後、再び衰微していったが、寛永十三年に三世、後進二が三代将軍。 徳川家光から再度治療200国を寄進されている。現在残る本堂客殿、大門はこの頃の混流である。またこの時、次号を公文院から公福院に改めたという説もあるが、前述の通り公福院の名は平安時代から用いられている。漢文5年、四大将軍、家綱より寺地と賛同の用地の寄進を受け、 現在地の宝蓮町に移転した、蒸気の建物も移築されている。3代、徳川家光から14代、徳川家持までの将軍の位牌を祀っている。大門から抜けた庭の先、注門の奥に本堂があり、本堂と渡り、廊下で結ばれた客殿がある。旧地の天勝寺での建物や庭園には、小堀遠州が関与しているが、現在地の庭園は移転後に作られたものである。 郵便番号6 3 0 8 1 1 3良県、奈良市法連百881近鉄奈良線、近鉄奈良駅から奈良交通バス、自衛隊前、最大時期で9分、佐保小学校前バス停下車、徒歩5分。なお、寺内は一般には公開されていない。ありがとうございます。